オンライン賞金、はいえー、こんにちは、6月の7日月曜日の株とか替の売買シナリオでございます。 現時刻13時5分という時間帯でございます6月の7日月曜日13時5分というところでございますがさて6月の4日金曜日、えー、注目されておりました米国雇用統計5月分のデータが米国の労働省から発表されました結果からするとですね、まあト,ランえー、トランプ大統領じゃないですねバイデン大統領現在,現在のバイデン大統領手放しで喜んでおりました素晴らしいデータだというふうにして喜んでいたんですけどもじゃあマーケットはどのような反応を示して のか非農業部分の雇用者数がだいい六68万人ぐらいの市場予想だったんですけども、ね、こちらちょっとマークさせていただきました、55万9000人とこういう数字ですよねで、これに対してですね、まあ、非農業部門の数字だけ、ここをやはりです、ねまあ、100万人ぐらいのところで、場合によっては80万だ、100万だというのは期待値あったのかもしれませんね、この買収なでも申し上げました、チャレンジャー社であったりだとか、ADP 内社非 週間の新規失業権申請件数こうしたものがまあかなり改善されてましたのでマーケットとしてはかなり期待値を強めていたところで失望とういうような形マクロ系のファンドなどが一気に売ったというような観測もございますけども他の平均賃金だとかあとは失業率ですよねこうしたもの、まあえー、バイデン大統領に寄せれば、まあ、これが素晴らしいというような形になろうかと思いますけどもマーケットはこうしたところには見向きもせずにこの非農業部門の雇用者数をベースにして一気にドル売りを仕掛けた。 こういうところだと思います前日終値比で先週の金曜日でございますけどね木曜日の終値比で対主要通貨においてドルは全面安になったというところですが一番顕著に示したのはこちらでしょうかね FRB これをもってしてテーパリングいわゆる金融緩和の縮小をするにはまだまあそんな議論をするどころじゃないねというような見方に転じていったんだと思います米債が買われて金利が低下これは米国の十年債金利ブルンバーグチャートでございますけどね今は1.56%ぐらい ぐらいまで上がりましたけども1.625%から力でずらずらずらっと下がっていったとこういう経緯でございました。さてで えこの倍品でも申し上げさせていただきましたまあそうは言ってもテーパリング、まあ、いつかはなるんだろうねというふうにして見てる一方でちょっとへそ曲がりの竹部でございます、えー、先週の金曜日、えー、いくつか番組出演させていただきました、えー、木曜日は東京 MX テレビさんのワールドマーケット、えー、金曜日はラジオ日経さんのマーケットプレイスないしはもう一回東京 MX テレビさんの東京マーケットワイドそして夕方からですけどもラジオ日経さんでのかぶりつけマーケット情報局出演させていただいたんですけどもぜひこちらですね 当初のところぜひ直接クリックしていただければと思いますここをクリックするとこのようなデータが出てまいりますのはこちらですね何を申し上げたいのかバイデン政権はもう明らかにと言っていいんだと思いますけれども人種の平等だとかそして格差を是正するんだということを大きく掲げているわけでございます、えー、そうなると先ほどのアメリカの失業率5.8%というふうにしては出てはいますが人種別での失業率はどうなのというようなちょっと重箱の隅を突つ,つきたくなるよう 私でございますさてそうなるとこちら出てるんですねこれ白人系ホワイトというふうに書いてますけども白人のところが5.1%まで改善されてますがブラックオアアフリカンアメリカンというふうに書いてあります要は黒人内種はアフリカ系アメリカ人失業率なんと 9. これちょっと見づらいかもしれませんねこうしてこういう、まあ、直接ご覧になっていただいた方が早いかと思いますが9.1%でこちらの方はアジア系でございますアジアというふうに書いてありますけどもアジア系のところでは5.5%やはりですねブラックオアア アフリカンアメリカンというに書いてありますけどここの失業率がまだ9%以上あるわけですねこうした是正というのをどうするのかいろいろな 是非論、えーまあまあ、ご覧になっている皆さん方もいろんな見解あろうかと思いますが事実としてこの数字の差異を縮めていくにはまだまだ FRB は金融緩和の縮小なんかできないんじゃないのかなってそんな思いをちょっと抱きつつの前回の米国の雇用統計金曜日の雇用統計でしたでやはり期待値が高まっている分だけですね失望で一気に下がったというのがこれチャートで非常に分かりやすい形状結果になったのかもしれませんね。さててこれを踏ままえてでございます週明け の欧米仕様での焦点は何なのか今回の売買シナリオこちらでご案内させていただきたいと思います はいえー、まずはドル円からでございます、今日は非常にタイトな、まあ、月曜、様子見パターンというのがいつもなんですけどね、えー、東京金融と一緒、クリック株365でのドル円高値、109円の65銭、安値が46銭、4665でございます、20銭幅ないというところですね、19銭、えー、で実際には109円の5565、まあ、そうですね、もうほとんど横ばいというふうにして、申し上げてよろしいんだとは思います。でそうなってくるとですね今夜のドル円何を見た いいのかえー、正直ちょっと困りましたが結論ありき様子見とさせていただきました米国勢がどちらに傾いてくるのかというのをちょっと意識してポイントとして捉えたいというふうにして思ってるんですけども一番の大きなポイントとして見ておりますのが昨日のこの昨日じゃないですね金曜日ですね110円の1 5 20水準からこのストーンと落ちてきた竹部にイラストしさってますけどもね下がってきたこの下落体が埋め戻すことができるのかどうかというのが上値焦点で一方で下値で,でございますけども109円の30銭台がまだこれ 維持されてますね東のボリンジャーの中心線テクニカル的な109円の29線,、えー、29線6分4輪2964 ちょっっと言いづらかったですけどもねえこの水準感が維持されるのかどうかおそらくここが割れたら相応のストップロスの設定観測も多分あろうかとは思いますが聞こえてくるんだと思いますが輸入企業を中心とした買い欲というのも109円の前半から聞こえてくるところでございます瞬間的に下割れしても堅調性が出てくるのかどうかそれともずるずるじりじりと下がっていってしまうのかで一方で上値の,この下落点を残したままになるのかはたまたこの当たり前ですけどもね上値を押し返すことができるのかどうか。 こうしたものを動かすような材料あるのかというと実はございませんと言い切っていいのかもしれませんね。えー、まあ先進、G7 財務省会議というのがロンドンで5日までで行われておりましたけれども特段の暗号資産云々というような話でそこからさらになんかこうマーケットが出てくるような話というのも欧米市なの中特段ありませんでした、えー、米国の消費者信用残というのは、まあ、これ一応ありますけれどもねこれを瞬間的に取りざさして大きく動いていくという感じではないのかなととそうなるとちょっと。 株のところでのちょうど申し上げようと思いますけども株式市場のところがメインになってくるのかなとううにして見ております予想レンジは109円の40銭から109円の75銭4075の中でまあ下がってきたところで堅調性があるんだったらちょっと逆張り思考上値においてですけどもね戻りの具合に次第だとは思いますけどもまあ上申性にノッキングが見出てくるようだったら戻り売りないしあ逆張り売りそんなイメージで今回は1 0 9円の4075といたしましたちょっっとと心情的なな買ってみたいなというようよイメージある んですけどもね、ただし今今回は様子見とさせていただいた次第でございます。はい、そして今度は東京株式市場の方でございますが。今が29,000飛んで36円というのが日経平均株価です。日ク株365日経225指数が29,000飛んで82円というところで45円ぐらいのプレミアムが乗っているというところでしょうか。日経平均株価の方もですね、これ全全場においてでございますけれども値上がりが1,200値下がりが850ですかね。一時時点ぐらい。 のの時ででですすすけけどもほ、まあ、ほぼほぼ綱引きなななんんがが少しだじじわりじわりりりと上がってるのかなってるかそんなイメージで見ておりますアジア株全般においては高安、まちまちなんですが少しこちらの方も切り上がってきたのかなそんなイメージで見ていますがいずれにしても先週末一応、主要産出上昇しておりましたのでね、まあ、そうした意味合いではテーパリングはまだまだ先だろうというところでは、まあ、雇用統計を素直に、えー、こちらの方が非常に素直なのかもしれませんけどもね、えー、上昇したということとあとは半導体ソックス指数 こうしたものが上昇いたしましたので6976の太陽有電だとか TDK6762 ですかね電子部品関連なが非常に強かったとで現在のプラス企度として見てもオリンパス7733がこれ17円で今申し上げました TDK6762 も16円21銭とプラス企度として働いているところでございますさてそこででございますじゃあクリック株365日経二2五数どっちなのというところだと思いますがチャートを見る限りですと確かにですね先週の火曜日水曜日ぐらいから 確実に切り上がってきてはいるものの今日の前場ですかね前場というか朝ですけどもやはりちょっと上に追いをしたところで一気に利益吐き出しという言い方でしょうかね2万9250円から300円明確に飛び越えていって5月11日の高値にまではちょっと及ばなかったというところでございますえさてそうなりますとまあ下のところでちょっとマークさせていただいたんですけどもね2万9000円から2万9300円の様子をレンジで様子,様子見とさせていただきましたけどもちょっと買ってみたいなというような心情の中で200円リスクぐらいで で200円プラスぐらい取れないかなというのが正直なところでございますけれども250円から300円ちょっとなかなかいっぱいいっぱい現状が2万9100円水準ですのでねこの水準で買っていくとちょっとリスクとリターンの半分ちょっと非常に難しいのかなそんなようなところで今回は様子見とさせていただきました米国の株式市場の動向次第というところだと思いますが明日ですねどの程度まで下値の切り上がり感をもってして東京市場が迎えることができるのかどうかそんな感じでの 株3 6五2にご出シナリオを考察した次第でございます。 はい、えー、ということで今が13時16分とこういう時間帯になりましたが、さて今週でございますけどね、どちらかというと、米国の経済指標の中でも、も今度はまた FOMC とか控えてますのでね、ブラックアウト期間、FRB の幹部の発言とかはこう、ダメよというような期間になりましたので、消費物価指数でしょうかね、CPI、ここをちょっと意識するというような形で見ているんですが、先週の金曜日の雇用統計から見ると、どうなんだろうかな、ちょっとテーパリングの回討議というのはかなり で、難しいんじゃないかなって、それと、まあ、あくまでも竹部論でございますけども、こうした人種の格差というところでは、バイデン政権もそんなに経験にです、ね、完全にこの格差をなくすのは私は難しいとは思ってはいますが、相応に格差がなくなるぐらいまでは、現在の金融緩和政策は継続させざるを得ないんじゃないかな、そうした圧力が政治的にも出てくるんじゃないかなというふうにして睨んでいますが、さてどうなることか、えー、いろいろな観測報道出てくるかと思います。引き続き続、ね、上下双方向の リスク、えー、お取り組みの際は忘れないようにちゃんとリスク管理チェックしていただいてお取り組みいただければというふうにして思います、えー。それで今日は、えー、ニュージーランドお休みですかね。そうした意味ではちょっとニュージーランドドル、えー、流動性が低下しております。ニュージーランドドル円などお取り組みの方思わぬところで値がポーンと飛ぶ可能性もございますので、ね、こうしたところドルの裏表というところもちょっとご念頭に置いといていただいてお取り組みいただければとういうふうにして思います。以上4月の7日月曜日の株と為替の売買シナリオでございました。